お近所の節約大好きママ、うちにちょくちょく来て。こちらが、夕飯の準備なんかしてると、ちょっと分けてえという。たまに、帰省のお土産なんかくれるし、特に気に留めなかった。ある時タッパー二つ持参できたから、なくなるから困ると断ったら。じゃあ一つでいいや、これからお寺行くからさ。お寺と聞いたら、ママさん。 悩みがいろいろあって実施に相談したら、いいお坊さんがいると紹介されたらしい。これから一人で訪問するから、お坊さんに、お土産に煮物を持っていく、と。聞けば聞くほど信仰宗教、ええ。そういうのって、現金じゃないとまずいんじゃないのと言ったら、お坊さんは質素に暮らしてるから、煮物や野菜を喜ぶはず、と言い張る。 まあどうでもいいや、と、その日は煮物持たせた。数ヶ月くらい音沙汰なく、突然すっきりした顔で治った。と現れた。悩みとは、お金のこと、ご近所ママお金持ちなんだが、いくら貯金があっても不安で不眠に。老後のための節約でノイローゼになったらしい。夜中に通帳機になったり、消費電力節約のコンセント切ったか何度も確かめたり、 結局、お寺に礼視代50万を伏せしつつ、心療内科通りったら治ったそうです。絶対心療内科の薬で治ったと思う。さあお金返してもらいに行かなくちゃえ。お伏せ返還は無理じゃね後日、本当に50万返してもらったらしい。実施とは絶縁したと。だって、お坊さん、お金いらないじゃん。怒っちゃってさ。 私、来世は犬になるんだって、言うよね。信仰宗教は、嫌いだけどお坊さん気の毒、相手が悪かったな。犬でも、セコケチドウは貫くのだろうか、気になる。私の前世ね、猫込みを襲われた豪商の妻なんだって。だから、お金が私を苦しめるって。その霊子が50万だよ。払ったけど、 家帰って家計簿つけてたら納得いかなくて。病院の先生もおかしいんじゃないって言うし。私のへそくりだよ。貯蓄の中でへそくりは最高位。うつ病でマインドコントロールされてたね。乗り込んで返してって言ったら、一生救われないとか言うから。私は、お金ないと、それこそ救われないわよ。何に使うのって反論したの。 お坊さんは、修行してる大事な信者の食費だ。とか言うから、豆ってね、断食するときに、それ食べてれば空腹じゃなくなるんだって。かりんとうの千豆思い出したお姉ちゃんもひどいんだよ。お前は、死にかけてたのを解放してもらいながら、元気になったら、恩を忘れかみつくのか、まるで野犬なだ嘆かわしい。って助けてくれないの。そしたら、 50枚入ったブートを持ってきて、これを受け取ったら、お前は来世夜券になるんだよ。ってあいつらバカじゃない持って帰るに決まってるよね。お坊さんもお姉ちゃんも大慌てしてたけど、バイバイって帰ってきた。この後多めにつけてた豚の味噌漬け持たせたけど、無事帰ってきてよかったと思った。